カジャタオマです。はい、ってことで今回はね、2つのことやっていきましょう。1つ目はレベル7のフーニャンサンタね。まあここを、まあ、猿でも勝てるね。猿でも勝てる、もう最強の勝ち方、もう余裕で勝てるやり方を紹介していくというのと、あともう一つは創造主の魔、プレゼントの魔、この2つのね、世界最強パーティーやっていこうかなと思います。まずはフーニャンサンタね。まあ前の動画でも、前の動画っていうか昨日の動画かでも言ったけど、まあ特殊能力なしでもうこれがもう最強。うん、 Z ランク2体入っててね、もうやばいけどね。うん、パーティーやばいけど、もうこれだったらもうね、絶対負けない。まあ HP がこの子90何万あるでしょ。別に200万あろうが1億あろうが、まあ、大体勝てる。最初は繋ぐだけ、もうサクッとね。でもマジでこれやばい、本当に強いから、ね、繋いで、まあフィーバー入るだけなんだけど、おお、こんな感じで。このクラウドがね、来たやん。クラウド来てもっとやばくなったよね。これで、こうでしょ、こういって、こういって、こう繋いで、まあ、そんなに早く行かなくても大丈夫。これでもう、もうあとは、あとは、ポチポチ押すだけよ。クラウドスキル間じゃなかったらどうなの。クラウドが、まあ、これスキルマックスなんやけど、でも多分スキルマックスじゃなくてもいけるとは思うんやけど、でボーナス玉とかこれ1個も落ちてこないんやけど、大体大丈夫。うん、たまにね、たまにダメだけど、まあ、大体いける。これやばくない？うそーん、うそ。まあたまにこういうことはあるけど、大体いけるもん。まあ、90% ぐらいはいけるかな。たまるしょ、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 オッケー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 。まあこれで、まあ100万ぐらいまでひたすらやっていくって感じ。だ落ちてくるプニンによるんかな。落ちてくるプニンがなんか少なかったりしたらダメなんやけど、あでもやった感じ、まあ、ほぼいけるからな。もう22万やで、早くない？意外と早いんてか普通に早いんこれ。最速、まあ最速かは分からんけど、まあ、絶対負けないよこれ。絶対負けないし、しかもスピードも別にほらもう34万円。最強最強。あ、もう行くかな。あ、待って、切れた。ダメージカット切れた。あ、もう90万でしょ。やっぱり、ほぼほぼいけるね。最初の方ちょっと、一回だけ、あれなったけど、まあ、それ以外は、ほぼ大丈夫かな。まあ、せっかくだから100万までやるわ。94万だから、中途半端やから。95万でしょ、まあ、あとこれクラウドだったら行くんじゃない。あ、もう100万いったね。まあ、こんな感じで。特殊能力入ってないけど、まあ、余裕で勝てるっていう。111万。最強っす。これはもう最強。やっぱ魔のイベントやとこの無限フィーバー、ブルジョア入れて、リンネとかオークオロチとかクラウドとか入れるやつはめちゃめちゃ強いね。まあこのパーティーをね、組める人はなかなか難しいというか、うん、いないとは思うんやけど、もし組める人はこれをやればね、絶対勝てます。はい。オッケー。どっち来るかな。まあどっちでもあんま変わらんねんけどな。よし、行こう、次。最強パーティー。あ、プレゼントね、OK。まあ、正直ね、プレゼントも創造主の魔も、まあ、一緒っちゃ一緒なんやけど、結構めんどくさいやん。あ、プレゼントの魔やからこのパーティーや、みたいな。創造主やから、みたいな。ちょっとめんどくさいやん。だから、俺は基本一緒でやろうかなと思ってるけど、チーム、これ。ちょっと意外っちゃ意外なパーティーかもしれんけど、精霊バンバラヤ。で、ふぶき姫さんとね。で、ふうにゃんさんと、で、これ、バンね、バン。SS のバンと、日の神シャドウかな。これでいきたいと思います。まあ、多分、創造主の魔も、今のパーティーでいけると思うんやけど、あの、復活ね。復活パーティー。これがいっちゃいいかな。まあ、ちょっとデカプに用意しといて、こんな感じで。こんな感じで。こんな感じかな。で、あとは、HP がなくなるのを待つと。まさかのね。まさかの待つ。HP いらないよね。で別に、吹雪姫サンタ持ってなかったら、あれでいい。ウィッサンでいい。ウィッサンで。
ウィスパーサンタで。で、撃つと。で、撃つと。で、一応これバン入れてるのは、これサボり、サボりない。まあ、別に入れなくてもいい、いい。一応ね、安全に。まあ、サボり撃ったらもう絶対いけるから。で、これで終わり。これがなんかね、こう、一生懸命こう、プニをやんなくてもいい。だからなんか、楽かなっていう。で、これでずっと行くんよね。これでずっと行くんよね。OK。で、ポイントももちろん、これ両方ポイントアップ入ってるから、めっちゃもらえるし、166。これでいい気がするんだよね。まあ、HP2% しかないけど、いいんよ。2% でいいんよ。だからむしろ少ない方がいいんよ。早いから。まあ、最近始めた人はね、何言ってんだこいつって思うかもしんないけど、いや、これマジでいいんよ。これを目指して、やってもらえればなと。これでいい。あ、これバンバラ打たなくてもよかった。まあ、これで終わりやね。やばくない？あと誰がいたっけな。ジョローグモとかもいいね。ジョローグモとかも OK。とか、まあ、ウィスパーサントとかも。で、まあ、一応創造主の間もやるけど、創造主の間も同じような感じでやって、浮遊の間、さっきのフイニャのとこね。あそこのステージ1で回復するといった感じでやれば、まあ、最強にね、間のイベントを回れるんじゃないかなと。あ、待って、ここ3体3体怪しい。大丈夫、ちょっと大きめに作っとく。まあいけるやろ。あ、バン作ってないかこれ。あ、大丈夫か。あ、バン溜まんなかった。まあまあまあいけるやろ。いける。 OK。 やばいっしょやばいでしょ、めっちゃ楽しそう。オッケーオッケー、最後かな。まあ今日はちょっとね、かなり上級者向けのことやってるけど、まあまたね、参考になるようなパーティーもやるからね。今日は許して。今日は許して。これもいけるよね、多分。これで、あ、オッケー。あ、でもちょっとこれ吹雪とかたまんなかった。まあ、たまんなくてもいけるかな。まあ、ちょっとデカプニ作れば。これ冬にゃんでもいけるのかな。試してみよう。ゴー、いけるんかい。余裕やな。まあこれが早いし、ポイントもウハウハパーティーでした。はい。まあ前もでもこんな感じだったかな、確か。 OK。 じゃあ、まあ、一応創造主やるか。まあ一緒でいけるような気がするけどな。はい、オッケー。たまに漢方落ちるかな、ここで。はい、ってことで、あと1個あるかな、多分。あるね。創造主はね、プレゼントの前よりちょっと敵強いから、若干怪しいけど、もしかしたらウィスパーサンタも入れた方がいいかもしれんけど、いや、いけんじゃないかな。いけるような気はすんやけどな。4個しかステージないしね。まあいけるやろ。ご挑戦があるのみ。いきましょう。ここはいけんじゃない？ 2 体だし。要するに吹雪と、バンと、あと冬にゃん、ちょっと、冬にゃん大きくしといて、5!HP5! 復活やべえ。これで、復活強くない？実際。あ、ほらね、ちょっと強いっしょ。強いね。強いけど、強いけど、これ2発で死ぬんじゃない ?OK。で、吹雪姫サンタか、ウィスパーサンタ撃てば終わるみたいな感じか。OK。あ、いけるね。2体ステージはいけるわ。問題は3体ステージやな。うん。次も3体。うわー、鬼か。HP ありそう。でもいけるような気がするな。火の神はいらんよ、火の神は。あ、ちょ、早っ。もう HP なくなった。まあ、バン溜まったから、これでいけるし。あ、でも、ちょっとあれか、これ。あ、いけないかな、これ。これ、倒せる。頑張れ、冬にゃん！いけるんかい！やっぱ、吹雪姫のプニがあるから、いけるわ。あ、同じでいいわ。ほら、もうこのパーティーで、創造主とプレゼントの間。これ一つでいけるから、もうこのパーティー組めればもう最強やわ。で、あとボスでしょ。ボスは絶対いけるから。まあ、めっちゃ上級者向けなあれやな。いっか。まだ2日目やしな。
はい、ボス。まあ、ボスはもうね。ボスが一番楽まであるわ。だボスはあのなんかブンみたいなブンみたいなことしてくるから、これでもいいっしょ。で真ん中タップしてこれで終わり。 OK ってことで同じパーティーでいけたわ。しかもめっちゃ楽やし、ね、で HP これも全然ないから、まあ次あるよね、プレゼント来たらまた同じようにやって、で冬の間来たらステージ1でもう全回復するみたいな、まあ、それちょっと次の動画でやろうかなみたいな感じでやれば、まあ、ずっとね楽々ポイントウハウハ周回ができるといった感じかな。 OK ここで冬来たら、あこんな感じね、冬来たら回復するって感じ。まあちょっとここで置いとこうかな、ここで次の動画こっから始めるわ。はい、ってことでこんな感じで、まあちょっとかなりね、何度も言うように上級者向けになっちゃったけど、こいつあんま使ったことなかったけど、日の神シャドウ強いね。HP がゼロになるとき一度だけ、あ、こいつもバンバラヤみたいに技状態がたまんのね。うん。まあ、無限フィーバーね、最強だよっていうのと、あと、このパーティーだけで、創造主の魔もね、プレゼントの魔もいけるというやつでした。はい、次の動画で、オリファルコンね、まあもうゲットしてるんやけど、こいつも使っていきたいなと思います。はい、ということで、本日は以上です。よろしければ、チャンネル、評価の方でよろしくお願いします。Twitter のまた、それからなんかコラボします。また次の動画でお会いしましょう。